こんにちは。風船愛好会です。今日はこれ、いつの世でもちょっとそんなでもないですけど、いつになっても人気を取れませんね。ということでドラえもん行ってみたいと思います。では説明ですが、水色ですね。水色を10センチぐらい残してですね、膨らましてください。これぐらいですかね。それで白も同じく10センチぐらい残して、膨らませてください。ね、でまずは、片方のお手手、あんまり、ドラえもんってお手手長くないのでこのようにね、6センチでいきますか。じゃあ、中途半端な長さですね。6センチ。それでここに、白を絡めます。こんな感じですかね。それで、ほっぺた、5センチ、ちょっと前ですね、よく見せ、それで同じく青も5センチ。よし。それで、お目目3センチぐらいですね。まん丸くなるよ。で、後ろも同じく3センチ。それで、これですね、ほどける可能性があるんで、ちょっと持ってていただきたいんですね。で、お目目のもう一個。同じく3センチ。それで、お目目の後ろ、同じく3センチ。で、ひねり合わせます。それで、ほっぺたですね。同じにしてくださいね。よっ。こんな感じで、こんな感じということで、でここで青を回していただいて、ドラえもんのこのあれですね、まん丸の頭の感じを出して、少し柔らかめにしてくださいね。よし。それで、次、よし。で次は、ね、次はですね、あっ、次は胴体に行きます、ね、で前が白で後ろが
こうという感じで、こういう感じなんです、こういう感じなんですけど、あんまり長くなくてですね、ずんぐりむっくりなんで、これぐらい、これはと、9センチですね。で、白も同じく9センチ。で、ですね、青だけ戻ります。同じく9センチ。戻って、よっ。それで青を、これと同じものを、こちらに、同じものを作ります。それで、これで残りは切っちゃってください。こういう感じですね。よろしいでしょうかね。で、ここに足、これが7センチ。で、まあこういう感じで、持つところをつけてもいいし、あってもなくてもいいのですが、ここをですね、切ってくださいね。それで、最後にお鼻と、あと尻尾のとこですね。こういうのがあるとですね、だいたい切れ端っていうのがあると思うんで、まずお鼻のところなんですけども、ピンチで軽く作ってみたいと思いますよ。小さいですね、ピンチをこう作っていただいて、いいよっと、ピンチというかですね、このこういうので、いいよっと、こういうね、結び目を作っていただければ、こういう感じですね。で、これをお鼻のところにこうはめてあげる。こういう感じですね。それで、これで尻尾を作ってあげましょう。ちょっと短いですが、まあ大丈夫でしょう。こういうふうにしてあげればですね、先っちょから膨らみますから。で、ですね、こういうふうに先っちょを弱らせます。パンパンにしてあげます、ね、それで、ちょっと抜いてあげて丸、こういう感じですね。そういうことで、こういう感じのものができます。よっ。で、ドラえもんの尻尾ということで、ここに
こういう形で尻尾が入る。で、お目目を入れていきたいと思います。ドラえもんのお目目はですね、かなり小さいので、細めのやつですね。で、おひげがあるんで、おひげを描いてあげて、ということでお絵描きをしてですね、完成ということで、やってみてください。下はね、あってもなくても結構です。いらなければ、切っちゃって、ください。持って遊ぶこともできます。ではまたお会いしましょう。